君の脳に直接届く、もうそれのプライムで刷新。続きやっていきましょう。第6章、雨の赤ずきん編でございます。パートナーは一体いないね。じゃあ、トークでいいのかな？約束の時間には早いが、そろそろ出発しよう。真下のメモによると、問題のマスカレードは K 市内の中心地にある。さして遠くはないが、馴染みのない場所だ。早めに出かけて損はないだろう。そうっすね。そうっすね。マスカレード。苦情が、なんかマスカレードって並びがすごい違和感あるな。指定のホテルに到着したのは約束の時刻より20分ほど後だった。苦情館を出た時に降っていた雨はもう小降りとなっていた。コインパーキングに車を止め、路地へ入る。突き当たりに目的のホテルは立っていた。あそこか。ホテルってのがまたなんか怖いよな。なんか生々しい怖さがあるよね。雨のせいか、派手にネオンのテラス通りに人通りはほとんどない。確かあの噂でも、赤ずきんは雨の日に現れていた。噂を調べるなら格好の夜だ。問題のホテルも、特に侵入を防ぐ手立てが取られているようには見えない。入ろうと思えば誰でも入れるだろう。なるほど。噂の中心になる理由はあるわけか。肝試し気分でハイホテルに入った者が、不審者や不法居住者と遭遇し、思い込みや体験談に大げさな尾ひれがつき、九段の噂の元となっていった。きっと赤ずきんというキーワードも、目撃された誰かが赤い服を着ていただけ。おそらく真実はこんなところだろう。そうだよね。やっぱメリーがいない今ね、やっぱそういう怪異っていう可能性は低いですからね。ふっと心が軽くなる。やはり深刻に捉えすぎてたのかもしれない。気持ちに余裕が出たからか、すると今度は別なことが気になり始めた。いい年の男がホテル街の真ん中に一人で立っている。気まずいね。あまり対面がいい状況とは思えない。時間までどこかで雨をしのいだ方が。そう思って辺りを見回した時だった。あれ？もしかして。あ、そっか、もうそるって言ってくれないのか。疲労か？やっぱそうだ。声的にね。やっぱりそうだ。よ、久しぶりじゃない。なんか怪しい BGM 流さないでくれないかな。なんかこのままホテル行っちゃいそうな感じの雰囲気出てません。大丈夫ですか？現れたのは白衣の女性、広尾まどかだった。広尾？応援が来るとは聞いていたが、まさかだな。何？不服なの？文句なら安岡さんに言ってくれる？不満はない。うん。なるほど。安岡さんの、あれか、資格か。いや、そういうわけじゃない。応援って言ってた人ですね。なんだかんだ言って、疲労は冷静で理知的な人間だ。その意見には、傾聴に値するところがある。お前、首取られて、お前、すごかったんだからな。意外だな。正当に評価してくれてるのね。疲労は物でも見るような目つきで、メガネの向こうからこちらを眺めた。変わりがあるとも思ってなかったか、やはり相変わらずのようだ。地下壕にはまだ通っているのか。まあ、ぼちぼちってとこ。最近は仕事が忙しくってさ、なかなか時間が取れないんだよね。そっちはどう？相変わらずだ。のんびり過ごしてる。聞きたいのはあんたの近況じゃないんだけど。まあいいや。今ので大体わかった。答えつつ、疲労はちらりと腕時計を見た。ん？どうかしたのか？うん、そろそろ来るはずだと思って。ああ、ほら、来た来た。疲労の目線を追うとそこには。いや、お待たせしてしまったか。あなたもか。大門、あんたまで駆り出されたのか。ああ、言葉は悪いが、まあその通りだよ。安岡さんにどうしてもと言われてね、今日の調査に同行することになった。もっと心配しないでくれ。あれからすっかり体調がいいんだ。ああ、よかった。そんなげそりしてるのに。もうほとんど咳も収まったし。そうか。と、本人は自信ありげな様子だが、外野には相変わらずの顔色に見える。とはいえ、本人がそう言っているのだ。ここは信じるしかない。伊郎君とは、つい最近もあったが、今日もよろしく頼むよ。こういう非科学的な調査はいまいちやる気が出ないんだけど、あのばあさんには借りもあるし、こういう時に返しておかないとね。借り？ああ、旧軍の資料なんてまともなルートじゃ手に入らないのよ。まあ確かに手に入んなそうですね。安岡さん、あちこちに顔が利くから、便宜を図ってもらってたってわけ。まあそれだけじゃなく、以前の事件ではモンソルにも助けてもらったからね。恩返しって気持ちもなくはないよ。そうでしょう？そうか、助かるよ。ヒロがそんな風に思ってくれているとは正直予想外だった。だがこういう状況になると、これほどありがたい言葉はなかった。ところで、二人とも白衣でいいのか、着替えたりとか。あのね、これは作業着の一種なの。こういう調査をするときにはむしろうってつけの。その時、ヒロのポケットで携帯が鳴った。あ、ちょい待ち。ごめん、メールが来てる。ヒロは画面を確認しつつ、こちらにくるりと背を向けた。ふむ、相変わらずヒロ君は忙しそうだね。まあ、といっても、多忙なのはこちらも同じだが。すまないな、そんな時に。いや、そこは気にしないでくれ。君が動いてると聞いたら力を貸さないわけにもいかないからね。何しろ僕らにとって君はあの苦難を共に乗り越えた。仲間？戦友？印人だね。まあ、その通りなんだけど、正直その言葉は聞きたくなかったよ。ごめん話の途中で、でも大事な連絡なんだ。最後の一人、来られなくなったって。愛ちゃん、マネージャーに捕まったってさ、愛ちゃんが来るはずだったな。愛ちゃん来ても。愛ちゃんは別にね、知識があるわけじゃないから、あんま意味ないんじゃないか。ピアノが必要な場合以外は。愛。というのはアイドルの柏木愛か。多忙な毎日を送っているようだ。まあ確かに、そっか。先生、安岡先生を連れてきてくれたのは愛ちゃんだったね。しかし現役アイドルがこんな場所に来たら、それはそれで大変だと思うが、そうだね。取られたらおしまいですね。というわけだから、ほら。ヒロは携帯電話を差し出した。何の真似だ。電話が繋がってるのよ。本人があなたに謝りたいって。別に俺は。うるさいな。しのごの言わずに出なさいよ。ヒロは有無を言わさない様子で、無理やり電話を握らせてくる。こうなっては仕方がない。自分でも驚くほど出ない声で、なんとか携帯に向けて話しかけた。もしもし。はい、くん。あ、モンソルさんですか。おはようございます。私です。柏木愛です。本当にごめんなさい。モンソルさんのピンチに行けないなんて、一生の不覚です。愛は例によって悪く言えば大げさな、よく言えば全力投球の言葉を投げかけてくる。とにかくこっちは大したことがないと説明し、気に病まないよう伝えるので精一杯だ。いや、本当に大丈夫だから。多分大したことにはならないよ。そうですか。だったらいいんですけど。あ、やば。そろそろ出番が。モンソルさん、次のアリーナには絶対来てくださいね。だって出番直前に出ようとしたの逆に。なんかなんもないけど、なんかホテル街に行ってくるって言ったらマネージャーがホテル街に行くのはちょっと取られたら、あいちゃん危ないからって言われたのかと思いきや、普通に出番を抜けてこようとしてた。なかなか恐ろしい子だな。それじゃあまた。まるで嵐のような勢いで、柏木愛からの電話は過ぎ去っていった。現実とのあまりのテンションの差に頭の中がクラクラとする。はい、お疲れさん。たく、アイドルに調査を手伝えたなんて、ばあさんも現代ってもんが分かってないよね。昔でも同じだろうけどね。ところで、モンソル君。その、柏木君とは親しいのかい？不意に大門が変なことを聞いてきた。ああ、一応連絡先は交換しているが。ライブのチケット。取れたりできるかな？こいつまさか。職場の子が柏木くんの大ファンなんだけど、いつも券が取れないとぼやいててね。そんな人気なんだね。なるほど、そういう事情か。しかしまさかそんなに人気だとは。聞いてみるよ。ちなみに何枚ぐらいいるようなんだ。できれば3枚。せっかくだし、僕も見に行ってみたいからと言いながら、これ大門が行きたいんじゃないの？いい年してアイドルとか。ロリコンかよ。僕は音楽を評価してるんだよ。アイドルがどうとかは関係ないさ。この件にはこれ以上触れないでおこう。あの感じでわーってやってるのを考えると。だが遊びじゃないぞ。気を引き締めろ。健康を気使ってって思っちゃう。マスター、なんでここにいる？確かに。来れないからって話だよね。クライアントからの依頼だからだ。ちゃんと揃っているか確認に来た。感じ悪。まさか関心のつもり？私たちが来ないとでも？事実一人来てないだろうが、俺は4人と聞いていた。柏木愛は事情で来られなくなった。どうやらマネージャーに捕まったらしい。そうか。さして影響がないと思ったのだろうか。下はあっさりと納得した。疲労がいないのが一番なんかあれかもしれないですね。大変かも。別件とやらはもう片付いたのか。確認に来ただけだと言っただろうが。ついでに、あのホテルについての追加情報を貴様らに知らせに。その時、また誰かの携帯がけたたましくなり始めた。おっと、今度はうちの病院からだ。少し外させてもらうよ。ち、どいつもこいつも。あれだな、プライム的には同じぐらい声の低い人たちが集まっちゃったからすごいね。読み分けづらいね。大門が電話が終わるのを待つため。というよりも、真下からの情報を聞くために、しばし雨宿りをすることになった。待って、疲労怖いな、なんか。疲労顔怖くない？なんか。どうした疲労？なんかお化けの顔とお化けの手してるよ。通りの一角にある薄汚れた喫煙コーナーに思い思いに陣取ると、急ごしらえだが作戦会議が始まった。たくうっとうしい雨だよね。ほんと嫌になっちゃう。ドリンク剤をぐいぐい飲み、疲労が愚痴をこぼす。それを横目に深いため息とともに煙を吐き出し、真下は話し始めた。いいか、俺も暇じゃない。手短に話すぞ。あのホテル、マスカレードが廃業したのは約1年前のことだ。理由ははっきりしないが、おそらくオーナーの失踪が関係している。失踪？赤ずきんの噂話にもそんな話が出てきた。もっともどんな都市伝説でもおなじみのキーワードかもしれないが、失踪の原因は不明だ。だが裏は取れてる。いなくなったことは事実だ。それを聞いて、ヒロが無遠慮な声を上げた。じゃあなおさら普通の事件ってことじゃない。ホテルを調査する意味なんてあるの？マシタは丁寧にタバコの先を灰皿にこすりつけ、白い灰をこそげ落とすと、淡々と話を続けた。どうやら疲労の疑問は黙殺するつもりのようだ。この件はしばらく週刊誌を賑わせた。いかにも世間が好きそうな話だからな。が、ある時期を境にパタリと続報は絶たれ、事件の消息は完全に消えた。これはあくまで俺の推測だが、ここ一帯はある有名な反社会組織の島だ。連中からの圧力は当然あっただろう。歓楽街ではありがちな話。真下の語り口からはそんな空気が感じられた。その失踪事件とほぼ時を同じくして広まり始めたのが、真下は赤い火を路地の奥へ向けた。例の赤ずきんの噂ってわけだ。噂の中で語られている目撃情報、実際に噂を聞いた奴ら、総合して考えると、あのマスカレードが噂の中心である可能性が高い。依頼を持ってきた安岡のばあさんも、その点については俺と同じ意見だ。雨に濡れたマスカレードは、ただ黙って夜の街に立っていた。足元を飾るネオンの光を、じっと眺めているようにも見えた。なるほどな。それで他に情報は、うわっ！待って、思ったより男っぽいし、もっとなんか、可愛い風の女子高生女の子かと思いきや、めちゃめちゃ怖い顔してるぞ。振り向くと、誰かがそこに立っていた。心臓が痛みを覚えるほどに強く打った。怪異じゃあやっぱ。おい、ヒロ、後ろに。何よ。でもいる？そんな定番なやりとり必要ある？あ、消えた。ヒロは怪訝な顔をして後ろを向いた。何もいないじゃない。すまん。見間違いだったと思う。取り繕うようにそう言った。だが見間違いとはとても思えない。確かにそれは見えた。暗闇に目が慣れて、ありもしないものが見えただけかもしれないが、大門の電話はほどなく終わった。はあ、すまない。休暇が出てしまった。お前もいなくなっちゃうのか。応急処置の指示は出したが、すぐに行かないと。本当にすまない。この埋め合わせは必ずさせてもらうから。大門は小雨の中へとかけていった。人の命を預かっている職業だ。こうなってもやむを得ない。まあそうですね。となると、今晩の調査は自分と疲労、二人でやるしかないようだ。まあシンプルでいいですね。理系バカ一人か。いささか心もとないな。はあ？あんた、今なんて言った？そう、ボイスが多いぞ、今回。それが善意で手伝おうって相手に向ける言葉？疲労の激烈な抗議に動じる様子もなく、真下は悠然と時計を眺めた。時間だ。無駄話はここまでだ。あとは頼んだぞ。後に言葉だけを残して、真下は足早に姿を消した。なんなのあの失礼な男。本当ですよ。落ち着け。悪意があってのことじゃない。あいつは誰に対してもああなんだよ。懸命になだめるが、プライドの高い疲労のことだ。でもフリーで探偵やってて不愛想さはなんか、あれですね。仕事をあんまよこさないっていうかなんだよ、寄せつけない感じが出てきてしまいそうですね。当然これくらいで収まるわけがない。あそこまで馬鹿にされて落ち着いてられるわけないでしょ。見てなさいよ。こうなったら絶対に手がかりを見つけて、あいつの鼻を明かしてやる。あ、いい方向に行ってますね。ほら、さっさと行くよ。男女二人で今思えばホテルに入ることになってしまった。うわ、暗。入り口から奥へ進むと、ひんやりとした空気が肌を包んだ。大理石だろうか。凝った作りの床に、かかとの音がよく響いた。ここは？ホテルなんだから、1階にあるのは当然フロントだろう。ああ、そっか。そりゃそうだよね。ホテルに足を踏み入れてから、まだ数十秒しか経っていないのだが、すでに疲労の元気は急速にしぼみ始めているようだった。さっきまでの威勢の良さはどこに消えてしまったのだろう。疲労、大丈夫か？平気だって。別に怪が出るわけじゃないんだし。こんなもの、地下壕と比べたら何でもないわよ。けどさ、なんか妙だと思わない？何が？まだ廃業して1年だからこんなものかもしれないけど、思ったより荒らされてないね。もっと落書きとかされてるのかと思ったけど、言われてみればその通りだ。怖いからね。ここのドアは非常階段だね。ドアの上に表示があるでしょう。周囲を照らしてみた限り、汚れは目立つが、物品が荒らされた形跡はない。しかし今自分たちは何の障害もなく、路地からここまで侵入できた。まあそうですよね。普通閉まってるもんね。それなのになぜ。まあ要は他のね、荒らすような若者たちも、同じように入れたはずってことだもんね。まあ繁華街だと逆になんか、わかんないのかな。森の中にあったらみんなね、わーってやっちゃうイメージあるけど。さっき真下が言ってたな。このマスカレードは反社会組織と関係があるんじゃないかって。うん、それがどうかした？もしかするとそのせいで、ここは綺麗なままなのかもしれない。スプレーで落書きするような連中は、それこそ地元の。ああ、なるほど。地元のヤンキーみたいな連中は、そういう団体とつながりがあるわけか。じゃあ彼らに禁止されてるってこと？実際に危険なことが起こるせいで、誰も立ち入らなくなったこともあり得る。だが疲労の手前、その可能性には触れないでよってさ、怖がりだった。だとしたらこっちとしては助かるね。備品が多く残ってるはずだし。で、どうしよう。とりあえず一回ずつしらみつぶしに行ってみる？特に有力な情報があるわけでもない。ここは疲労の提案通り、少しずつ調査していくしかなさそうだ。他に方法がないな。了解。それじゃあそれで。まあ、ここは戻るのは簡単だから、そこだけは気が楽かもね。確かに学校とかと比べるとね。あ、もし危険なことがあったら調査を中断して撤退しよう。さあ、何が出るんでしょうか。怖いですね。調べよう、まずは。雑多な商品の並べられたショーケースだ。いかにも場違いだが、その中に額装された一枚の絵が飾られている。マスカレード夫人。仮面の女性が花嫁衣装を着ている姿を描いた絵画だ。ほう。うわ、これドアいっぱいあるね。一旦棚っぽいとこから。あ、パネルか。パネルには客室の写真がはめ込まれている。まあ、一旦ドア以外をできれば調べたいですけど。でもこんなもんかな。開いてると気になるんだよな。受付ブースの入り口だ。ブース内に入ってみますか。入る。こういうとこが一番怖いんだから。フロント係の机には、無造作に鍵の束が投げ出してあった。鍵束には非常用とシールの貼られたタグがついている。非常用の鍵束を手に入れたよ。最高。ナイス。おっと、早速良さそうなものが見つかったじゃない。非常用と書いてあるってことは。色は右手に見えるドアを見た。あの非常階段のドアはこれで開くのかもね。そうだな。試してみよう。お、非常用の鍵束を使ってドアを開けた。鉄皮を開くと非常階段があった。移動しますか。まあ、登ります。なんか選択式なんだね。うわ。もういちいち怖いよ。何その音。マスカレード夫人。またか。仮面の女性が若い男性と見つめ合う姿を描いた絵画だ。ほう。シャンデリアを模した照明だ。埃で汚れてしまい、美しさが損なわれている。ほう。エレベーター。これ俺どっから来たんだろうね。あ、客室の扉。うわ。怖いものしかないじゃん。怖いものしかない、ここ。窓を覆うように鉄格子が付けられている。頑強すぎる鉄格子は転落防止の処置としては、仰々しすぎるように感じられるか。規制の背が低いチェストはなんかありそう。引き出しには鍵がかかってる。これは学習机にあるような簡単なストッパー式の鍵のようだ。壊しちゃえば？ああ、同じこと言われた。いっそ壊しちゃえば？それは最後の手段にしないか。哺乳類、霊長目、人科としてはそっちを選びたいところだよね。何その言い方。もう今、鍵束しかないからね。はい。お、ベッドも調べられる。ダブルベッドに片手をついて体重をかけてみた。スプリングがきしむ音が虚しく響くだけだった。まあそうですよね。お、これはなんだ？網でできた扉を開き収納の中を探ったが、空の段ボールがあるだけで他には何もなかった。なるほど。あ、浴室に続く扉だったんだ、これ。戻る扉じゃなくて。てか、あれ、左上の地図今回見てなかったわ。うわぁ。下水の匂いが上がってきているのだろうか。便座からはひどい悪臭がする。棚。何かないかと棚を探ってみたが、積もった埃に指の跡がついただけだった。そんなもんだね。戻ろう。んで、もう一回戻り、はい。で、扉を開き左の部屋に入った。また同じような部屋ですね。あ、今度はこの謎のおぞましいやつ調べられるわ。不気味な表情を浮かべたベネチアンマスクが壁に飾られている。ホテルの名前に引っ掛けた飾りだろうが、いい趣味だとは思えない。まあ、そうだね。あ、なんだ。マットレスを持ち上げ、その下を確認してみた。すると、一冊のノートが間に挟まっていることに気づいた。仮面自由帳202を手に入れた。自由帳？なんだこれは。めくってみると、色とりどりのマーカーで絵が描かれたページが現れた。ホテルマスカレード自由帳。彼氏彼女との甘い思い出、何でも自由に書き込んでね。なるほど。本当の意味で自由なノートのようだ。しかしこんなホテルに来てそんなものを書く客がそういるとは。思えなかったのだが、そうでもないようだ。露骨な利用状況の報告がページをめくる限り続いてる。変わった人もいるもんですね。こんなものがあるんだ。疲労？いつの間にか後ろにいた疲労がノートを覗き込んでいた。反射的に隠そうとしたが、うまいことを奪い取られてしまった。別に奪い取られてもいいけど。別に隠すことはないじゃない。子供じゃないんだし。それはそうだが。さて、どれどれ。ふむふむ。なるほどね。はじめは鼻歌混じりに目を通していた広尾だったが、すぐに様子がおかしくなってきた。広尾、どうかしたか？え、何？全然平気だけど、もう十分。こんな低俗なもの読んでたら、頭がおかしくなるわよ。さっきまでの余裕はどこに行ったんだ？というわけだから返す。自分で読んだくせに、ひどい言いようだ。と、その時、たまたま開いたページに目が止まった。それはノートの最後の書き込みのようだ。細い、走り書きのような文字で書き込まれている。やばい、さ、にバレたかも。先生にチクったって噂、ポリ行くって言ってるって。やばいやばいやばい、同志。何それ。読み取れるのはそこまでだ。先生、それにこの文章の感じって、妙に子供っぽいし、どう考えても学生だよね。そんな印象だな。おかしくない？その年代の子は普通ホテルなんかに。あ、これいわゆる、ってやつ？そう考えるのが妥当だろう。まあそうでしょうね。ひどい話だが、そうとしか考えられない。ってことは、この書き込みは、やってることが友達にバレて焦ってるって感じか。なるほどね。バカじゃないの。完全に自業自得じゃない。子供たちの事情もそれぞれだ。単純に自業自得と切って捨ててしまえる話でもないのだろうが。とはいえ、このノートのおかげではっきりしたことが一つある。反社会的組織が関係していたという話は本当なのかもしれない。ここは犯罪の温床だったのは間違いないようだ。そう考えるだけの理由はあるね。この自由帳の数字はきっと部屋番号だろうから、他の部屋にもまだ自由帳があるかも。あ、そういうこと？確かに、この書き込みのような情報があれば、当時の出来事の手がかりになる。探してみよう。じゃあもう一個の部屋も実はあったってことかな。電話から伸びる電源コードと電話線が途中で切れてしまっている。お、なんかあるよ、今思えば。ゴミ箱は倒れた時の衝撃のせいか、大きくひび割れている。あ、別に探れないんだね。浴室。怖え。浴室が一番、やっぱ水回りって怖いですよね。鏡面は多少汚れているが、機能を果たしており自分の姿が映り込む。暗闇の中で鏡を覗き込んでいると、何もないにもかかわらず不安をかきたてられてくる。ここは後にして調査を続けよう。まあ、これぐらいかな？はい。あ、浴槽は水垢と埃でひどく黒ずんでいる。一応さっきの部屋もう一回調べてみようか。これでフラグ立った説はありえますからね。まあ、なかったら違う階層に行くしかないけど。あ、ミスった。あ、エレベーター反応しなかった。間違えてやっちゃったんですけど、今。さあさあさあ。あ、それが多分ここなんだろうね。この鍵。そういうことか。やばい、なんか2回押しちゃった。あ、でもこっち調べられるな。これはあれか、きしむだけか。この階にはやっぱもうないってことなのかな。はい。浴室見ましたけど何もなかったんで、違う階層に行く。で、行こうと思います。違う階層じゃないか。これ多分フロントに戻るんだよね。あ、登るができるんだ。もう一回。じゃあもう一回登ろう。また同じような部屋っていうかね、そりゃそうなんですけど、マスカレード夫人。街路樹の下を杖をついて歩く仮面の富士を描いた。うわ。てかあれだね、今もこんだけ絵があるとさ、全部ヒントっぽいね。で、しかも絵が一個一個違うね、これね。さ、仮面のなんとかとなんか見つめ合ってるみたいな、なんかそんな感じじゃなかったでしたっけ？なるほどね。これ、あ、なんかありそうな。鉄製のカバーに覆われた装置がある。どうやら電気関係の設備のようだ。そんだけか。まあ、左の部屋から。ちょっとずつ違うんだね、この置いてあるものとか。壁には安っぽい造花が生けられている。はいはいはい。ここは棚調べらんないんだね。お、いろいろなものが置かれたサイドボードを探る。スプーンを手に入れた。デザートでも食べたのだろうか。スプーンは黒く汚れている。スプーンであの鍵開けるかな。大型のエアコンが取り付けられている。タバコのヤニか何かで黄ばんでしまっている。やだね。なんか下になんか汚れてるように見えるが。あ、これあれか。下じゃなくて、床か。はい。浴室。いや、同じのが続くからな。ゴミ箱の底にはトイレットペーパーが張り付いてる。やだね。はい。あ、埃が付着してない場所があった。目を凝らしてみると、埃のついてない場所は、人の手の形をしているように見える。怖っ。自分たちの他にここに侵入した人物のものだろうか。それとも、別の何かの仕業だろうか。やめてよ。そういうの。お、トイレ探れる。扉を開け、トイレを調べてみると、黒い汚れに覆われた財布を見つけた。うわ、それカビだよ。吸い込まないように気をつけないと。何か入ってる？中身を確認してみる。現金は全く入っていなかったが、その代わり、クレジットカードを手に入れた。きっと利用客が紛失したものだろう。しかしこびりついた汚れのせいで、カードの名義は読み取れない。それがあれば客の身元がわかるかも。分かってどうすんのよ。持って帰った方がいいんじゃない？ああ、そうだな。指先にこびりついた汚れを確かめながら生返事をした。疲労には黙っていたが、カードについていた汚れは、古くなった血に見えた。うわ、怖っ。怖っ。そんなもんか。恐ろしいな。はい。戻ります。で、今度逆の部屋。右側の部屋に行きます。うわ、何これ。ガラスケースの中にはムチや縄がか。SM ルーム的なやつ。いずれも粗雑な作りで使用に耐えられそうにない。敵が出てきた時の武器になるから持っていけばいいのにね。不自然に壁際のスペースが空いている。壁の汚れ具合から何かがここに置かれていたことが予想できる。まあなんか棚かなんか置いてたのかな。てかベッドないね、ここね。三角木馬が部屋の隅に倒れている。使用用途を想像したくない器具だ。首があったと思われる部分が破損しており、頭の部分がなくなっている。そんなもんか。で、浴室。あ、微動だにしない。扉に手をかけ力を入れてみる。やはり動く気配はない。諦めた方が良くない？無理すると壊すかもしれないよ。別に壊れてもいいじゃん。スプーン使ってみる？スプーンどっちかというとさっきの開かなかった棚に使えそうですよね。これ何階まであるんだろうね。で、もちろんここは、奥のエレベーターあれね、どっかで多分電源入れるみたいな下りがあんのかな。あ、まだ登れるね。まあ、一旦順繰り行った方がいいね。あ、あれ？疲労が突然声を上げた。ここって3階じゃない？そんなバカな。気のせいだろ。きっと勘違いをしてるだけ。そう思いライトを階数表示へと向ける。うわぁ、やめてよ。そういうやつ？